こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説簿を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、吉か成功を放つです。菊は梅、竹、蘭とともに四君子の一つです。桜と並んで日本を代表する花であります。その高貴な香りはまさに成功、清い香りというにふさわしく、古くから多くの人に愛されてきました。俗人を調達した風情があります。それでは今から吉か成功を放つを書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。